花見といえば大体桜のことで、その頃ともなれば毎日のようにまだかまだか、花が三分だ五分だ、そんなに騒ぐことでもないように思うのだな。長い冬をじっと耐えてきた人たちにはやはり待ちに待ったのだろう。にしても城山公園、桜坂など人混みときたら、それに近頃はカラオケの大音響、耳を追いたくなるほどだ。自分はもともと人混みは好まず、同じ桜なら山の中にポツンと心を保っている姿が心をすがすがしくしている。
まあそれにしてもさすが日本の代表らしい。ほとんど日本全国南から北へ間違いなく開花。その順序の良さ、やはり日本人らしさを表しているのかな。